5回くらい、5回5回だっけ、違う6回だ注意集めに昼はできないですね。明日は夜は集めのつもりだけど、毎日そんな感じで。明日だって土曜日だよね。まあ土曜日だけど、でも関係ない人もいるもんねその何、休日、休日が関係ない人もいるから、人それぞれだけど。結構どうでしょうか、どっちがいいんだろう。朝一枠するか、朝一枠するか、もう全部夕方からに入れちゃうか。夕方からだったらどうしようかな。朝一枠と夕方行こう。そう、夕方、そう夕方行こうで入れるか、どっちがいいかな。夕方はね、夕方っていうかお昼過ぎ、3時半ぐらいからだったらいけると思う。朝はちょっとね、一枠以上厳しそう時間がない。朝一枠やっといた方がいい。じゃあ朝一枠とりあえず、なんだっけ、6時50分から6時50分からで、6時50分から7時20分、夕方は15時半からできますね。夕方じゃないけど15時半、昼過ぎっていうのかな。だからあと全部30分の配信でいいかな。15分の配信もあった方がいいよね。別にって感じ、そこまで。15時、ベルは23時50分に終わる感じにしといて、ここは23時50分だから最後23時20分か23時50分でしょ。これ30分、でも夜多めの方がいい。で、どうしたらいいんだろう。間隔が空いた方がいい。夜多めだけど間隔も空いた方がいいよね。どこやったっけ、この間の紙ダメか、携帯があれば。昨日とかのスケジュール、違う、一昨日とかか。夜23時20分か23時50分はもう確定で、終わりは それとも普通にさ、この間みたいな17時からのスケジュール、15時半からできるけど17時、あのさ7月20日みたいな最初の何日間か、違う2日目3日目かなみたいな配信スケジュールにするかもありかな。どうなんだろう。17時から17時半、18時半から18時45分、20時から20時半、21時半から21時45分で、23時20分から23時50分みたいな。15時からの配信ってさ、見れる人少なさそうじゃない？そんなことない？土曜日だからいつもよりか多いけど少ないって感じかな。17時からをさ、こうやった方が見れる人多い。そう、朝一枠は6時50分から7時20分で、ちょっと10分早く。どうなら平日より見る人、平日見る人多い。15時、どっちがいいかな。15時半からやったら確かにこの11時からやるよりかは間空けてすることはできる。
ちはないと思う。15時半から何時間ぐらい空いてた方がいいんだっけ。よいしょ。15時半から16時とかで仮ね、これ23、3時間だったら、いや、あの開始時間が3時間、終わり時間なくて開始時間から3、開始時間が3時間空いてればいい、終わりから開始じゃなくて次の枠の開始時間の間隔が3時間 OK。 開始時間3時間なら18時半、19時、それだったら30分の間隔じゃないと難しいか。1時半から22時、1、2、3、4、5、あと1枠が足りないのか。でもそしたらあれか、夜が開かなくなるか、23時20分。うん、ゲリに差し支えても捨て星の分は減らない、むずい、どうしたらいいんだ。3時間でも足りないから、開始時間がいってればいいのか。明日、あ、でも夜が40分むずいな。難しい。15時半からするやつだったら15時半から16時でしょ。最初目は30分やった方がいい。最初は30分、40分にするのもあれだけど、でも夕方ここの時間帯って微妙だよね、来れない人も多そうだし、平日よりは人いても、だからむずいかな。難しい。組んだら夜は8時間1時間50分、23時20分しか開始時間空いてないから足りてない。夜多めにはするつもりだけど、全部3時間あげるのはできないから、一番最後の配信は3時間空いてた方がいいよね。ってことはそんなこともない。一番最後3時間空けるんだったら開始時間が25分にして、ここ55分で3時間空けたら20時25分、30分55、別に最後は空いてなくてもいい。え、むず、どうしよう、むずい。最後の配信まで55分にしようかなと思ったんだけど、どっちがいいのかな。なんか
番効率がいい方法でやりたいからさ。そこまで開けなくても大丈夫。どうなんだろう、どうし、15時台はあった方がいい、15時、それともこの間みたいな17時、夕方の17時、夕方なんていうの、朝昼夕方やってみたいな時のさ、17時スタートみたいな、夕方朝配信ある、朝配信は6時50分が7時20分、今日より10分早く一枠だけ、朝はもう一枠入れるとなると5時台になっちゃう5時台なんないか。でもみんなが起きるのがめっちゃ早くなるってだけか。どうしようかな、言うほど時間ない、もしかしてまだ延長なの、あと20分ぐらいあるか、大丈夫か。15時もあってもいい、15時半から30分、16時、だから15時半間に合うよね、だって間に合わないことはないと思うけど、レッスンが押さなければやって終わりは23時、20分か25分から開始で30分、どっちがいいのかな。20分でいいか、間が空くんなら20分でいいな、開始どうしたらいいと思う？難しすぎてわからないんだけど難しいんだけど、どうしようかしら。15分の配信はあった方がいい？だから最低1時間は空けて、空けれると思う、1時間はいける、空けれるけど、なんだっけ、でもとりあえず30分、1時間半決まってるから、残り1時間半なんだけど、使えるか、1時間半、15分の配信あってもなくてもっていうレベル、どっちがいいんだろうな。15分配信して15分お休みして15分カウント枠とかもあり、あーどうしよっか、細かく分けたいな、自分でそこまで効果あるかは分かんない、どうしよう、微妙な、そうなんだよな、多分見れる人が8時以降、20時以降、1時
時間、1時間半20時以降に入れたら1時間開かんないな。開くか、開くわ、ごめん。20時以降だから、とりあえず20時からって考えて30分、開くだったら30分でしょ。で、次が20時半からとか、とりあえず30分だし、23時20分取ったら1時間開くね。え、最低でも1時間は空いといた方がいいよね。だから23時50分15分の配信はね、一応星 1、2週じゃなかったっけな、カウントと星1、2週、3週はできないから1週だっけ2週だっけ空く時間による感じかな、ギリ2週間みたいな感じだったはず。前めっちゃ前にそう組んだやつをずっとあのこの朝昼夕方からやってるやつは、そうめちゃくちゃ前のショールームイベントで使ったやつをずっと繰り返し使ってたスケジュールをもう考えるのが分かんなくなってきてるんだそれそう、うん、その時にみんなで考えたやつを使ってたそう、なんか基本のスケジュール的な感じで考えたやつがある。あ、星、あ、そう、星じゃないわ、捨て星はあれだね、あの星が満タンになってる状態でこう新しく星をなんていうの、星を集めることはできないけど、そのルームに入って星を集めること、その数には入んないけど、ゼロだけどルームに入って星獲得しましたみたいな出るじゃん、それが捨て星だよね。ってことだよね。あ、合ってるよね。捨て欲しい、そうか。持ってる捨て合わせてじゃないわ。持ってる星を全部ゼロにするした状態が捨て欲しいじゃなくって、合ってるよかった。あ、なんかそう。星が満タンの状態でもう受け取ることはできないけど、他のルームに入って星を受け取るっていうのが捨て星。私は99の星を9捨てるか、またその入ったルームでは投げなくても捨て星になるの。あ、難しい、そういうことらしいちょっと私には難しい。99の星9捨てるか、その入ったルームで投げなくても捨て星になるみたいな話。そう、一定時間見ると星が漏れる。ちょっと待って、明日のやつ決めなきゃいけないって明日の、あ、どうしようどうしよう、明日、明日さメイクする時間、まあでも配信の合間ですればいいか、開くんなら。15時半から30分やって次が20時、
待って、1、2、3、4、5、あと5泊しかしてないじゃん。これ150分、30分足りてない。ちょっと待って、20時からだったら、あ、でもそれなら、40分、いやでももう一枠足したいな。時間19時から19時半とか、違うルームで星全部投げしてるの危ない危ない、誰が私のルームで投げてください危ない危ない、難しいよね。でもね、ルールね、私もイベントしてなかったら絶対分かってないどうした、どうしようか。18時半から3週間、あ、18時半からしたら1時間半、10時、夕方、朝の6時50分が7時20分確定で、夕方の15時半から16時も確定で、18時半から19時、確かに夜集めるのがそうなんだよね、来れる人多いんだよね。18時半から19時か、19時半、うん、間違えた、19時から19時半、でも間空いた方がいいか。あ、でもどうなんだろうな、30分遅い、19時台の方が見に来れる人が多いのかちょっと分かんない。どっち、じゃそれは別、まあ、じゃあ後で考えて、とりあえず20時から20時半夜が、で入場が20時半、21時半から22時、23時20分から23時50分、どうじゃあ残りの一枠は また後でしょ、とりあえずここまで、どうですか夜、20時から、いい？じゃあこれで夜これでしょ、1時間半ぐらいだいたい空くから、1時間半、1時間20分、間違えた、終わり時間で見ちゃった、1時間半かで、1時間50分、まあいい感じだよね、最低でも1時間空いてれば開始時間が。でその8時の前に一枠入れようかなと思ってて、それが18時半から30分か19時から30分、どっちがいいと思う。これ15分枠じゃなくて30分のやつをさ、30分を6回にしてるんだけど、15分もあった方が良かったかな、15分もあった方がいい。この間のやつみたいな。あと10分もあるか。どうしよう。15分だったら、この残り30分待ってるから。でも間に入れた方がいいよね、15分送って入れるんなら。どうしようかな、でも間に入れるんだったらだね、この夜のさ、さっき言ったさ20時半
で終わって20時半から21時半とかの間に入れたいから、ちょっとずつずらさないといけないな。入れるんだったら、どっちがいいかな。それかもう30分の枠全部30分の枠にしちゃうか。どっちがいいと思います？全部30分の枠にするか、15分の枠、15分2回に分けるか。うん、あと30分の。どっちがいいかな、なんか微妙な。15分にしたら配信回数は1回増えるけど、15分って結構短いからね。そう、それでどっちがいいと思う？中のさ、ペンのシリコンが手前に出てきてる。どうしようか。どっちがいいと思う？忘れてちゃった。30分にするか、15分に分けるか。あ、でも30分の方がいいって言ってるか。じゃあ30分にするか。30分、じゃあ30分だったら18時半から30分か19時から30分、どっちどっち全部決めてもらうどっちがいいと思う？開始時間が1時間か1時間半枠か。19時 OK、 じゃあ19時で19時スタートってことだよね。19時終わりじゃなくてスタートの方だよね。19時、よし、決まった無事。朝は6時50分から、間違えないようにしないと。6時50分から30分で、でお昼過ぎ15時半にまた30分の枠やって、で次がちょっと空いて19時から。うん、あと全部30分ずつですね。19時からと20時から、21時半から23時20分から6枠ある。30分あるね。180分、オッケー、3時間よし、決まった朝何時に、ちょっと早くなっちゃうんだけど、今日よりは45分前だから、捨て星が今日より10分早くて6時5分かな。捨て星早くなっちゃってちょっとあれなんですけど。
7時半終わりだとちょっと私が出る時間がギリギリになりそうで怖いっていうなのでちょっと10分早めたい。それで無事決まった。くまたん、くまちゃんが、あ、風とみとさん、くまたんありがとうございます。ありがとう、ありがとう。よいしょ、ありがとう。次はチョコレンジだな、これは。下に伸ばす。え、あ、やばいやばいやばい。え、ここに伸ばす。ここね、かぶるからさ。下まだ映るから。下で。映んなくなったら考える。上もあるし。間違えてスクロールしちゃった、さっき。あった、よし。忘れてない。7月22。風とみとさん、くまたんありがとうございます。ありがとう。これさ、どこが一番見やすいんだろう。ボケてる、ここら辺見づらい。ありがとうございます。ありがとう。もう一セット来てる。ちょっと待って。あ、またありがとうございます。風とみとさん、もう一本ありがとう、ありがとうございます。次はくまちゃんだな。ちゃんはまだ映るから。え、どうしよう、ここ色ピンクかな。じゃ、ここ水色を入れるのはちょっと違う。あ、ちょっといいじゃない。風とみとさん、コメントありがとうございます。もう一本ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。謎のこだわり。かわせたくないじゃん。ちょっとここかぶっちゃったんだけど、なんとなくでピンクにしたらかぶった。いいじゃん。あ、
しいな。でもくっついてるか。でも絶対これ後でさ剥がれてくるんだよな絶対に。くっついてる、うん、拭いてる。テープでくっつけとこ。クマの方が不安定だ。返事ならん。ちょっと待って、ここだけ。どこ、よいしょ、よし、 OK。 鳴き声見ましょう。13位からありますね。13位、香港のアルマートマーク。お洋服かわいい京かおいさん、ありがとうございます。12位、イルカさん、ありがとうございます。11位、まさむねさん、ありがとうございます。10位、としのりさん、ありがとうございます。9位、しんさん、ありがとうございます。8位、大政アットマーク015さん、ありがとうございます。7位、とわさん、ありがとうございます。6位、とし、あ、間違えました。6位、ひろのりさん、ありがとうございます。ごめんね、間違えちゃった、ごめん。5位、ひょがなつアットマーク毎日コツコツ京かおいさん、ありがとうございます。4位、とっしーベビースターバーさん、ありがとうございます。3位、アットマークさん、ありがとうございます。2位、グラッツさん、ありがとうございます。そして1位が風とみとさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日は6時50分、ちょ、これどこやったっけ、6時50分から7時20分ですね。朝は、朝の配信、それまたスケジュール作って出すので755とか SNS いろいろ貼るので見てください。明日はお昼の配信がないですね。明後日とかはできると思うけど、お昼です。あと30秒。またさ、疲労感のやつ買いに行けそうだったらちょいつか行くわ。明日はちょっと行けなさそうだけど、あんま時間ないから、また行けそうな時あったら、あったらか売ってるか分かんない。やばい、そろそろ切れちゃう。じゃあまた明日、6時50分からです。明日は、じゃあ今日はありがとうございました。おやすみなさい、また明日。